はい。皆さん、こんにちは。えー、ぜひ問題は概要欄からダウンロードしてください。よろしくお願いいたします。今日、こういう問題をやりましょうね。えー、場合の数、順列、並べる問題ですよね。何通り。あの、カレッジっていう単語で、全部違かったら、わけないし。まあ、あと、別に、同じものを含んでますけど、含んでたって、別に、ただ、並べたら何通りですかっていうんだったら、もう、さっと、ね、秒殺で終わりますよね。えー、条件が加わると、いろいろ出てきます。では、具体的にやっていくことにしましょうか。 さあ、えー、それでは、えー、やっていくことにしますね。まず、同じものをチェックしようか。ねえ。まず、L が2つ同じだよね。そして、E が2つ同じというのがあって、まずこれチェックしとこうか。ねえ。全部違ってたらいいんですけど、場合の数っていうのは、え区別するしない。めちゃくちゃ大事だよね。大事っていうか、それがあるから面倒だな。ちょっとな。 うんえー、7文字ですよね。さあ、いいですか ?1234567 文字でね。さて、この中で L2 つが隣り合わなくて E2 つも隣り合わないのが何通りありますかっていうんだね。あのー、まあ、ただ L が2つ隣り合わないだけなら1つの事柄なんだけど、まあ、L も隣り合わなくて E が隣り合わないっていう、ま、なんちゅうかな。2つの事柄がね、絡んでくりますから、そういう時って、ちょっと集合で考えるといいかな。ね。 こんな風にちょっと取り決めしようか。集合の和だね。要するに。まあ集合、ちょっと重ならないからいいね。まあ集合 L にしようか。ね。その方がいいか。ね。L 絡みですから。二つの L が、隣り合わない集合。ね。隣り合わないえ何通りっていうデータベースの集まりだと思えばいい。 ね。えー、それに対して、集合 E。二つの E が、隣り合わない。ね。そんな情報の集まりの輪があって、でも皆さん馴染みの絵ですよね。L、まあこうだな。うん。 で、どこ求めたいんだっけね、明確ですよね。どっちも隣り合わないんだから、要は L かつ E の集合ってことになるから、要はここだよね。そうでしょさあ、こうやって書くことによって何利点があるかっていうとさ、方針がちょっと立つんじゃないね、わ、ね、かりやすいじゃん。要はここの数求めたいんで、例えば L の全体からこのね、まあよく三日月型って呼びますけど、ここの部分を引くっていう方法で出せるしさ、 まあこっちでもいいんじゃないかな逆でもいいよ。E 全体が何通りっていうのを求めて、そっからこちらを引いてやるでもいいよね。まあどちらでも同じです。まあじゃあ俺は L の方からこ、えー、この三日月型の部分を引くという方針でやっていくことにしましょうか。ねさあえー、だから方針としてはこうだ。いいえー、ちょっとこんな記号使っちゃっていいぜひこれもね、分かってほしいからね。 はい。演算記号だよね。A かつ B ってこういう記号を書きますよね。一般的に N かっこって要素が何通り、ね、何通り何個を表す記号で、まあ一般的に使いますね。教科書にも書いてあるよな。さあ、従って、あ、ごめん、A、B じゃないよな。L と E だね。さあ、そうすると、 結局、L という輪の中から、この緑のエリア、ここ、まあ、ね、どういうふうに表現されるかわかりますこの演算記号を使ってやると、L と E でこの緑のところなんだけど、こんな簡単な記号で表現できるよね。L だけど、E じゃないところ。いいだろう ?L の中だけど、E バーっていのは E じゃないところって意味だもんね。うん、それでこういうとこ表現できるね。 ね。こういう記号でどこを表すかっていうのもちゃんと分かるようにしといておこう,しとこうね。さあ、あとはこれで、えー、何通りって求めてやればいい。さて、こっちから行こう。ね、こっちから行こう。L が隣り合わない。隣り合わないって言われたら、まあ、必殺技。全体から隣り合うを引くという対応も悪くはないんだけど、うん、隣り合わないっていう必殺技は一番パ、ね、パワフルなやり方だな。っていうのはやっぱり隙間に入れちゃうっていうのがいいかな。 ね、両端含めた隙間に入れちゃう。ちょっと絵,絵とともにこう、こっちらに書いておくよ。まず L2 つを置いといて、ね、こうだよな。で、こうあって、で、後から L が、両端含めたこの隙間に割り込んでくれば、L2 つは絶対に隣同士にはならないよね。うん。それでいこう。まず全体並べよう。 普通に並べるだけだったらいいんだけど、ここに同じものがありますから、ダブりを削除してあげないといけないよね。並べておいて、ダブりの削除という計算。まあ、重複、重複、ダブりのことだよね。えー、e、2つのダブりの削除です。でもってそこで、L 2つを割り込ませる。えー、1、2、3、4、5、6。6箇所の中から2箇所を選ぶ。ね、6箇所の中から2箇所を選んで、 L がそこにこことここだよって割り込めば、絶対に L 二つは隣同士にはならんな。うん、さあ、こっち行くよ。こっちちょっと日本語チェックしてからだね。こっちはね。緑のところの日本語ってのは何だろうな。緑のところの。まず、L の和の中なんだから、集合 L の中なんだから、ね二つの L は、隣合わない。 これはいいよね。二つの L は隣り合わない。だけど、だけどかつ、だけどさ、E から見りゃ外じゃんか。E から見たら外なんだから、E から E の話はどうなるんだ。この中は E 二つが隣り合わないんだから、ね、E の外ってことは、E 二つは逆に隣り合うということになるよね。二つの E は、隣り合う。 OK かなうん。えー、この隣り合う。ちょっとまたこれもモデルの絵をちょっと描いとこうか。ね、このままじゃ分かりにくいもんね。ちょっと先に2つの E がお隣になった絵を描いとこうか。はい、こんな感じ。まあいいじゃん。とりあえずあとはシャッフルするんだから。ねえ。えー、そうするとこれ全部で4文字ということ。隣り合うと言われたら1文字扱いだもんね。えー、でもって、ここで、 あとは隙間に、また L は相変わらずお隣同士にはなりたくないっていうんで、えー、並べておいて隙間に入れてあげればいいよね。もう完全にこれはよ、異なる4文字ですから、ね、パーミテーションの計算になるよね。一般的には P の。ね、全部同じですから、こういうことになるでしょう。で、あとは隙間に入れてあげるんだ。12345。あ、ごめん、割り算じゃないよね。 4で、えー、こうあって、で、持って、1、2、3、4、5。ね、5つの中から2つを選んでということでいいよね。どうでしょうか。まあ、あとは計算してくれればいいんですが、えー、まあ、5、4、3で約分されて、で、6、4、2っていうのは、えー、15になるかな。で、これも、4、3、2、1って来て、で、まあ、1別に書かなくてもいいよね。 うん。で、5四2っていうのは、えー、5×4。うん。だからこれ10なのかいいんですよ。別にどういう風うにやってもあなたの自由ですから。まあ、ちょっとここで、543。ね。あと、ここからあ、ごめん。ここから5を借りてこれるから、543。いけるよね。543、15。で、ここから5を借りてきますから、えー、従ってで五4 3だから 2×4 ということになるかな。そうすると、 60×11 かうん。まあ、660通りっていうことで答えが出てきますよね。さあ、じゃあちょっとポイントをもう一回確認しておきましょうか。ね。えー、二つ以上のね、別にこ、これ、これだけだったら、例えば L 二つ隣り合わないのはだったら、もうただ L 二つ隣り合わないのはだから、僕はこれ、これでおしまいじゃないですか。 別にこういうことしなくたってスコんンと行くわけ。だけどなんか、このこととこのことが両方起こるとか、これまたはこれとかね。これかつこれとか、これまたはこれが、ねえ、えー、っていうような場合の数は何通りみたいな。そんな時って、ね、ちょっと集合の絵を描くと、えー、方針が立ちますよね。いいですかえー、ちょっと細かいこと言いますけど、ここはい、いいですか あの、L 二つが間に割り込むときなんですけど、これ、こっちも同じなんだけど、えー、六箇所ありますよね。六箇所から二つを選んで並べるだけ。これ C ですよ。こう、P じゃないよ。よく P 使う。パンミテーション P って書くし、P じゃない、C だ。もしこれが、異なる二つだったら、え、ここ、えー、なんだ、六 P みたいなね。六個の場所から二つの場所を選んで、そこで並ぶんだから。 で、でも、割り込む人物が LL で2つ同じなので、例えばこことここって選んだとして、で、あとここから L が2つ並ぶのか、LL って区別ないんだから並ばないの。場所を選ぶだけ。だから、まあコ、コンビネーションの計算だよね。うん。ね、ちょっとそういう細かいところを注意してくださいね。ここもそうだよ。隣り合うって言われた場合って、普通この隣り合うっていう人物の並べ方もチェックの対象になるんだけど、異なる2人だったらここでね、2通り、 ね、ひっくり返るから2通りの並び順があるわけじゃないですか。うんだけど、これいいですから。ね、同じものなんで、ここの中での並び順は1通りですから、考慮に入れません。いいですね。え、当然場合の数ってのは、こう1も1等でも、やっぱりちょっとひねって、ある条件つけて出ることいいよね、うん。そういう時の対応、いろんな対応、ね、しっかり確認してください。適度な絵を描くこと。いいですね。はい、え、しっかり復習してください。では今日はここまでにしましょう。 さあ、あのー、今日の授業どうでしたでしょうかあのー、まずね、あの、同じように書いてみてください。とにかく毎回毎回同じようなことを真似して書くってことね。で、それで毎回毎回同じことが身についてきますから、もうその反復練習。ね。だから今日もしっかり真似して書いてみて、で、あとは自分でまた書いてみるのを繰り返し。いいかそれを絶対怠っっちゃいけないよ。その地味な作業だけですから、ね。頑張ってやっていきましょう。